記伝道とは、大学寮において、歴史を教えた学科。後に、漢文学の学科である、文章道と統合して、歴史、漢文学の両方を教える学科となり、学科は、記伝道、博士は、文章博士と別々の正式名称を用いて、通称として、記伝博士、文章道という呼び方も用いられた。ただし、実際には通称に過ぎないとされている。 文章道という古称が明治以後には混同されて文章道が既伝道を吸収して文章道、文章博士となったという誤った解釈がされていた時期もある。本項目でも統合以後の記述については本来の記述に従って学科は既伝道、博士は文章博士と記述するものとする。初期の大学寮においては儒学を教える妙行道が中心とされ、 律令を教える、妙暴道と三術を教える三道が実務的な観点からこれを補う構造であったと考えられている。ただし、秀才、紳士を専攻する際に文選、自我から問題が出されていたことが、霊衆芸の内容から判明しており、文学なども教育過程には組み込まれていたものと考えられている。年月日に文学を教える官として、 病行時加工から1名が咲かれて、両下官である文章博士が設置され、2年後の天平2年3月27日には文章生20名が設置され、さらにその中から優秀者2名が文章特業生が選出されて文章博士候補生とされた。ただし、当時の大学教育は、当の制度に習って儒学を教える。 妙行道を中枢に置いて、技術科目である産道を副として置いていたが、管理登用規定を定めた、選除令においては、集裁、妙行、紳士、妙房の4種の試験が定められており、妙行以外の参加の試験を定めながら、実際には機能していなかった。そのため、法略策を論じる集裁と、事務策を論じる紳士の受験者を育成するために、 文章博士、妙簿の受験者を育成するために、妙簿博士が設置されたとされ、大学寮における当初の寮博士の立場はあくまでも、妙行道を保管するものでしかなかったと考えられている。また、文章生も当初はその資格を、白鳥雑人の指定に限定されて、貴族指定は、妙行生、それ以外は、文章生という明確な格差が定められていた。 逆に言えば、再格が認められれば、下級官人や、庶民の指定でも文章制になることも可能であった。事実において、地方官において、最下級の多めの子、春澄の吉縄が文章制から、文章博士を経て参議に昇進しており、公認3年に、記伝博士在任のまま大学助に任命された、伊佐無山文次は、その半年前に初めて連の生を受けていることから、 白鳥のまま大学寮に入ってその教官の地位についていたものと考えられている。なお、移説として、白鳥、雑人の指定に限定されていたのは元来は、官人ではなく、宮中詩人育成のための学科であったとする説もある。また、文章道の名も通称に過ぎなかったあるいはそうした、名称すらなかったと言われている説もあり、これを採用すれば、文章家というものはあっても、 文章道は存在しなかったことになる。天平7年に、剣道士として渡って帰国した、紀びまきびが、当より中国聖史をまとまった形で持ち帰ったのを機に、文章博士が歴史をも合わせて抗議することになった。中国聖史は、紀伝体で書かれていたことから、紀伝とも呼ばれ、それが、歴史の代名詞となった。その後、中国聖史の知識が、 公文書作成や一種の政治学として重んじられたこともあり、歴史を学ぶために文章化を希望する者の,の後が立たず、本来の文章博士が専門とする文学の講義が滞るようになった。このため、大同3年2月4日に再度明行寺覚校より1名を咲いて独立した館として、記伝博士が設置され、その下に学生として、 記伝特行政及び記伝制が置かれたのである。これが通称としての記伝道の成立である6月に記伝呪者始めがあったと記されており、記伝博士成立以前に記伝を担当する専門教員が置かれていた可能性がある。記伝道では中国政治や文献などの講義が行われていた。ところが、律令政治の変質とともに、貴族、官人社会において求められるのは、 実務文章の作成能力よりも、監視などの文学文章の作成能力に移るようになっていった。特に佐賀天皇は文学を重んじて、領運集、警国集、文化修例集の三直線監視集が編纂され、監視作成のために必要な漢文学教育の基礎を中国製紙由来の私学教育に求めた。このため、公認12年には文章博士は、 相当関与を石田に引き上げられたこれは、博士の中で筆頭とされた、妙業博士よりも上位であり、かつ博士中唯一の貴族相当の委会であった。このような情勢の中で、公認11年11月15日の大乗官府では、従来の方針を一転して、両家指定のみに限定する規定が定められた。これは、 両家統合後の天朝四年文章博士と原赤の上層によって撤廃されたものの、貴族指定の文章制採用が事実上を認められたために白鳥文章制は貴族文章制によって圧迫を受けるようになり、本来は正規外に中華休身分からの人材統用の役目を担っていた貴殿文章制が貴族指定によって独占されて、 文章博士以下の世襲が進行するきっかけとなった。また、紀伝道に求められるものも、天皇や苦行からも強い関心を抱かれていた、漢詩などの文学の材料としての歴史的知識に移るようになっていった。このため、紀伝道と文章道の違いが次第に曖昧になっていった。昭和元年3月8日に、既伝道と文章道は統合されることとされた。以後、 記伝博士の定員は文章博士の定員に移され、記伝特行生、記伝生もそれぞれ文章特行生、文章生に吸収されて、学科名は記伝道、博士の号は文章博士が採用され、完成上は廃止された。文章道、記伝博士はそれぞれ別称、通称的な存在として残されるようになっていった。これは文章博士が記伝道成立以前から、 ある間であることと、記伝を学ぶために設置された感触であった事実との間でバランスを取った結果とも考えられているが、結果的には他の学科が学科名と博士の称号の合致を見ていることから、明治以後に文章道と記伝道が別々に存在したのが、記伝道が文章道に併合されたという誤った解釈をルフさせる原因となった。だが、実際には、三大実録には、 妙行、記伝が、しばし平気して記述され、日本記略の王は4年2月25日の、高日本記において、大学寮から、記伝妙行道学生の出席が命じられた経緯が、記されており、この出来事ついて触れた、ルイ・ジュフ、戦勝も、同様の記載をしている。また、ルイ・ジュフ、戦勝に収められた、アンナ2年8月11日に出された戦時にも、 気伝道という語が明記されている。これに対して、文章道という言葉を用いた例も全くないわけでは、ないの現状についての普段の中で用いられた文章は、文章道という古章を用いたものとされているものの、過渡的なものであり、十世紀に入ると公的な場においては、気伝道のみが用いられるようになる。俗称として、文章道という言葉もまた通用していた可能性は、 あるものの、文章道が公式な学科名として用いられたことはなかったと考えられている。紀伝道の統合期に活躍した文章博士である菅原清忠は大学頭を兼務してその発展に貢献し、大学寮の北側に文章院という学者を設置した。後に、菅原氏は清忠、ゼゼン、道ザネ、重の四代の文章博士を輩出し、文章院は 大学自家層としての地位を得るに至った。教科書としては、歴史からは、三史と呼ばれた、四季、漢定、五漢書と、文学からは、文選を中心として、三国史、新女、自我などが用いられていた。また、後に、高日本期に、文章博士や記伝学生も関わっているなどはよく、知られていることや、国史編さに関与した、宣国史書の職員に、 気伝学生が加わっていることから、日本書紀下の六国史に関する講義も行われていたと考えられている。上元年間までに文章博士2名、文章生20名、気文章生20名という構成となり、それでも学問が成就して文章博士になれば、貴族に達するために志願者数が絶えず、そのために試験制度が導入され、まず大学寮の寮見にて、 中国製紙より問題を出題して、義文小生を選抜した。続いて、義文小生及び影くらいの対象者、戦時などで特に許されたものに対して、式部長が直接行う賞味にて死付を貸し、それに合格することにより初めて文章生になった。文章生の中でも優秀者は、給料学生と呼ばれて、国総院より医学問料が支給された。文章特養生は、 定員が少なく、しかも、給料学生が、優先的に選ばれる慣例であったため、長く文章制であった学生は、中途で教官の推挙を受けて、学業を終える以前に官職に任じられることもあった。文章特業生が、一定年限を経て秀才未を受験して、法略作二条を作成した。旧大社は次の字目で教官に任じられたほか、将来的には、 文章博士への道も開かれた。なお、この過程で真摯身が廃されて、正式な管理登用試験としては、秀裁身のみが行われるようになり、秀裁は文章特要生の、同じく真摯は文章生の別名となっていった。やがて、文章博士経験者が、従来の名業博士経験者に代わって、大学頭、自読式部、 大輔などの養殖を独占して苦行に昇進する者も,も登場するようになり、妙行道が管轄する自学に関する事柄にも文章道が関与することもあった。また、記伝博士が行っていた記伝関門の作成も文章博士が引き継いでいる。しかし、前述の菅原氏や大江氏など優秀な学者を代々、輩出した一族や給料学生以外の学生でも、管学院により、 同じような学問量が支給された藤原氏などによる文章博士や文章生の世襲や文章博士による門人の推挙による一種の学抜化の風潮が次第に見られるようになった。また、文章生や文章特要生も難関である秀才未を受験するよりも前述のように教官の推挙を受けて感触を得る選択をするようになった。そのために試験も次第に 形式的なものとなり、天元2年に法略見を受けた大江正平は、事前に出題博士であった還元文治から問題の出題箇所の通告を受けたとされ、さらには11世紀に入ると重情勢さえ導入されるようになっていった。加えて、試験を受ける学生と特定の有力貴族が通じて、学生側から有力者への利益供与などと引き換えに、 その権力を背景に賞味や秀才児愛覚を得ようとする例も見られるようになった。正期永遠2年12月4日及び翌日上によれば、県中納言、藤原道長が自らが推挙した神奈美英氏が賞味に落ちた払い戦に、四季武将優、立花の祝心を強引に捉えて自邸まで引き回したために、父親の殺生喧嘩より一時感動された事件が記されている。 さらに、平半期には、九十元年の賞味が、あらかじめ関白、忠道、佐府、より新院、そして指揮部長、大学領幹部の間で、入り分社の枠を配分した後に試験が実施された、事実を記しているのであるに、院五分一、殿下分一、召官、分三、両博士分二、半寿分三の入り分枠が定められていたという。さらに、 平安時代中期以後には、検討支配士の影響で、中国からの新規の学問風潮の流入が実質上停止されたために、既伝道発展の要素も立たれて、伝統を固守するだけの学問となり、その結果として、文章博士の家による独占、科学化が進んだ。これによって、博士職を世襲する家以外から、文章博士が登用されることはなくなり、博士たちは、 それぞれの家に家畜を設けて教育するようになった。このため、紀伝道、文章博士そのものは幕末まで続くが、教育学科としての実態が存在していたのは平安時代末期までであったと考えられている。ありがとうございます。